こんにちは。無償流中山文法会の中東幸穂です。今日は色彩森花 B 型の講習をいたします。 B 型は体と陽が左右のバランスに分かれてバランスを取りながら生ける生け方になります。今日の取材は硫化デンドロンです。体に2本、陽に1本用意しました。手前に奥行きを作る服はポンポン菊、黄色のポンポン菊を用意しました。後ろ添え、奥行きを出すものですが、これはワックスフラワーを用意しています。足元全体の締めとして玉ひだを用意しています。それでは皆様始めてください。まず鯛の寸法ですが、牡蠣に対しての 1.5 倍から2倍、鯛の添えになる分は鯛の8割ぐらいで切ります。陽、向かい合う形で入れますが、こちらは鯛の7割ぐらいの長さにします。硫化デンドロは少し太くて硬いところがありますので、刺しにくい場合は足元を割って刺してください。服の寸法ですが、陽に対しての7割ぐらい、大小ありますが大きい方をそのさらに低く入れます。大きいものを低く入れることで安定感が出ます。また後ろ添えですが、後ろ添えの寸法は体に対しての5割から6割ぐらい、刺し口は一番後ろになります。横から見た時に一番傾いているのが後ろ添えになります。添えの玉ひだは非常に足元が細いですので、葉っぱを少し整理して菊の軸などをつけて刺していただければ刺しやすくなります。では生徒さんの作品を少し拝見いたします。鯛が少し目すいかと思いますので、これぐらいにしましょうか。陽を少し引き上げてください。陽をしっかり傾けましょう。で、服の刺し口が少し近い気がするので、ちょっと少し離してあげましょうか。玉ひだを入れていってください。玉ひだは左右の向きがありますから、右側に入れるのか左側に入れるのかを考えながらバランスを見て入れてください。なお B 型の時の剣山は牡蠣に対して真ん中に置きます。横向きに置くと刺しやすいと思います。出来上がったらおっしゃってください。寸法もしっかりできてます。水に浸からないようにだけ気をつけましょう。ここが少し空いているので、ちょっと玉ひだを立ててバランスよくできたと思います。この下には実はあまり入れない方がいいかもしれません。こちら側に寄せましょうか。もうちょっとこっち側に入れたりしましょうか。こんな感感じでいかがでしょうか。どうですか。拝見いたします。正面からね。はい。あ、ちょっとこの子が逃げてる気がするかな。少しだけ奥に絡めましょう。うん。玉下もすごく綺麗にバランスよく入っています。少し後ろ沿いは長い気もしますが、花が綺麗なのでこのまま置いておきましょう。はい、お疲れ様でございます。お二方ともすごく綺麗に入っていました。今日はこれでおしまいにいたします。どうもありがとうございました。